胸骨は人においては、胸郭前面の正中部にある扁平骨であり、上から胸骨柄、胸骨体、肩上突起の三部からなる。胸骨粉砕骨折と続発した胸骨後血種成人は胸骨には腸骨に次いで大量の骨髄が存在し、血液の20から30%程度は胸骨で作られる。胸骨骨折は胸郭骨折の一つである。 ほとんどの場合は、直達外力によって発生し、骨折部位としては、胸骨柄、胸骨体の境界部に多く発生する。頻度は高くなく、交通事故の際に運転者が、ハンドルで前胸部を強打するなどして生じることが多い。頭痛、局所圧痛、主張、重角症状などが現れる。胸角内内臓損傷の合併がない場合には、伴走口固定、 バストバンド固定を3、4週間施す。転移が大きく、呼吸、循環日照が認められる場合は、手術療法を行う。距離を除き、人を含む動物においては、脊椎動物の腹壁にある骨片である。胸骨の元気は、元来肋骨の先端部が、頭部の方向に延長して、互いに結合し、さらに左右のものが結合して形成される。 起源が暴ら骨であることからもわかるように軟骨性の骨格であり、鳥類と哺乳類では甲骨への痴漢が進んでいるが、両生類と爬虫類では生涯軟骨だけで構成されていることが多い。胸骨は肋骨を通じて、脊椎骨と連結し、これらとともに胸郭を構成するが、原生の両生類では二次的に暴ら骨が退化、退縮して、 胸骨とあばら骨の結合が失われている。胸骨のもう一つの大きな役割は、全肢の基部骨格、つまり肩体と体幹部の結合である。肩体は、肩甲骨、前右甲骨、右甲骨の三つ、あるいは肩甲骨、鎖骨、右甲骨の三要素からなるが、これらの接点に、前足の基部が結合し、前右甲骨、あるいは、 鎖骨の部分に胸骨が結合する。こうして前肢は、肩体、胸骨、肋骨を経て、脊椎骨と結びついている。胸骨は前肢を動かす筋肉の付着箇所としても重要であり、飛翔のために強大な筋肉を必要とする鳥類では、胸骨の正中線上に龍骨突起が生じて、筋肉の付着面積を著しく拡大している。胸骨は甲羅によって、 胸骨の機能がまかなわれてしまっている亀や、死死を退化させた蛇では、二次的に退化消失している。ありがとうございます。